それでは画像の取り込み方をご説明したいと思います。カードリーダーから、取り込みますとこのような形になります。自動再生となっていますが、これは一旦閉じてください。そして、スタートからコンピューター。コンピューターの中に EOS デジタルという、こういう、リムーバルディスクの形が出ます。これカードリーダーだとこういうような形が出てきます。EOS デジタル、EOS のカメラで撮ると EOS デジタル、他のものであればそういう名前がついている、カメラのメーカーの名前がついていると思います。これをダブルクリックします。と、MISC と、これは何も入っておりません。で、DCIM、こちらの方に EOS100、EOS5D と出ています。これが全体のフォルダですね。このように入ってきます。このフォルダをちょっと小さくしまして、ピクチャー開きます。ピクチャーの中に、すでに少し画像が入ってますが、この中にですね、ファイルをドラッグします。このファイルをドラッグ&ドロップします。そうすると、ただいま、60機項目ですね、コピーを始めます。このような画面で、画像を転送するわけですね。こちらが取り込み後の画像です。絵柄がそれぞれ、こちらのですね、ピクチャの絵の形がですね、違ってる場合があります。こういう形ではないと、もしくは違う形にしたいという場合は、プレビューウィンドウの非表示、表示というのがありますので、このような形で変えることができます。その他、アイコンの大きさをですね、小さくしたり大きくしたりも、こちらのタブからすることができます。使いやすいのを選ぶとよろしいかと思います。このようにしてですね、画像を取り込んだということですね。それでは取り込んだ画像をですね、名前を変えて保存をしたいと思います。なぜ名前を変えるかと言いますと、フォルダは常に同じ 100EOS5D という名前になってますので、フォルダの区分けがつかなくなるからですね。フォルダの区分けをするために、この名前を、名称を変えます。名前のところをクリックすれば、このように反転されて、名前が変更するようになることができます。ただ、場合によってはですね、違うところを押してしまうと画像が開いてしまったりとか、いうことがあって、ちょっとややこしいなという方は、アイコンをクリックしていただいて、右クリックします。そうするとこのように表示が出てきますので、この中のここの下から3番目のところ、名前の変更というのがあります。名前の変更を選択していただいて、撮影した日にち、これは12年3月6日に撮影したので、12年3月6日と120306、撮影場所ですね、大洗海岸というふうに、名称をつけます。そしてこれを開いていくわけですが、開くときはこちらの Photoshop Elements 10のアイコンをクリックしますと開くことができます。ここで、整理と編集という2種類のタブが出ます。この場合は整理でまずやるやり方を説明します。整理をクリックします。そうすると、Photoshop の画像が出てくるわけですね。このようにして、取り込んだ画像が出るわけです。この中から、次に、どのような整理の仕方をするかというのを説明したいと思います。取り込んだ状態がこのような形になります。同じようなものが2つずつあると思います。例えばこれとこれですね。この画像とこの画像、両方ともほとんど同じに見えるんですが、ちょっと小さいので、拡大します。大きくする場合には、今これ一番小さい状態になっています。こちらですね。こちら一番小さい状態になっています。これをずっとスライダーを動かしていくと、どんどん大きくなっていきます。拡大して大きいサイズにしたいというのであれば、一気にこのようにして大きくすることもできます。 元に戻すにはこれで、大きくするにはこれでということで、サムネイルの状態でずらっと一覧で見たいんであればこれで、画面全体で見たいのであればこういう形でいいと思います。
それではこの大きくなった画面の中から次々と絵柄を移動させて、どれがいいかというのを選びたいと思います。まずこの画面の一コマ目から始まってますが、矢印のキー、上下、左右の矢印のキーが、右側のですね、下の方にあると思います。こちらの右側の矢印をクリックしていきます。そうしますと絵柄が変わっています。これはあのローデータと JPEG データ両方撮ってますので同じ画面が2回続きます。このようにですね、1、2、同じものですね、1、2、同じものです。こちらのモノクロとカラーに変わりました。モノクロカラーに変わりました。これなぜモノクロカラーに変わったかと言いますと、撮影時に JPEG モノクロで指定をして撮影をしますと JPEG データの方はモノクロになります。ローデータの方はそのままカラーのままの状態で残っております。このように、変換を指示してもですね、ローデータというのは全ての情報が残ってますので、まあ、具体的に後でご説明はしますけど、その形として、カラーで残っているということになるわけですね。まあ、このように、送っていきながら、まあ、これが適当だろうというようなものを選びます。まあ、この状態で、白黒カラーと選びましたけども、まあ、この絵柄がいいなということになりましたらば、ここに星の、まあ、ちょっと今、評価をしてませんので星がついてません。今ついて見えたと思います。 1,2,3,4,5 と5つ星と、3つ星となしということがあります。これは写真を分類する際に最も大切なのは、この写真は三つ星だな、この写真は一つ星だな、この写真は四つ星だなというふうに決めていくと、その時その時で基準が変わってしまいます。なので、いいと思ったら五つ星にしてください。まあ、今後もしかしたらいけるかもしれないというやつは三つ星でいいと思います。それ以外の評価はしない方がいいと思いますね。そうでないと非常にこう曖昧になってしまいますので、もしくは三つ星が最高だということで考えれば三つ星、一つ星というふうに分けても結構です。とりあえずこの5つあるのを全ての評価で評価すると非常にややこしくなります。この場合は5つ星でちょっと評価をしましょう。そして、しましたと。そしたら今度は、またクリックをしていきます。このように何か間違いで露出がオーバーになってしまうというものをよく削りたいという方がいるんですが、もう気にせずにそのまま保存してください。余計な労力をかける必要はないと思います。例えばその画面の中のですね、5枚6枚というのが無駄だとしてもですね、例えばフィルムの時代の時に考えていただければ分かるんですが、実際にはですね、ネガフィルムなんかで撮影をしたらばその枚数をカットしてですね、一枚一枚はいらないものを捨てるということはなかったと思います。まあ、それと同じように考えればですね、デジタルも同じで、そのまま残しておいて別に問題はないということになります。まあ、今後ですね、見ることはないかもしれませんし、まあ、内容によってはあるかもしれません。まあ、そこら辺のところはですね、どうしても気に入らないというんであればやっていただいて結構ですが、誤って大切なデータを消してしまう可能性のあることよりも、確実に間違いのないものをというふう、間違いのないやり方をした方が、まあ、いいかと思います。ちなみにこちらの画像、そうですね、この画像をいいと評価をしましょう。これは5つ星になりましたと。まあ細かくいろいろ解説をしていると長くなりますので、この2つ今、5つ星にしましたね。よってこの5つ星を選ぶ方法、なんですが、まあ、5つ星にしてからですね、このように5つ星以上のものが2つということになります。今5つ星で評価したのはこの2点の写真です。この2点を5つ星にしましたと。これ例えば3つ星以上と、実際に今回は5つ星しか登録してませんので3つ星以上であっても同じ枚数が出ます。このように、こちらの評価かけたつけた評価をだけを表示することができます。このように表示をすることができますので、後々に
あの写真どこ行ったかなと言って探すのに、苦労がそんなにないと思います。このように、星をつけるというやり方をされるといいのではないかと思います。もちろんこのやり方はこれでなきゃいけないということではないんですが、こういったやり方がありますよということで理解していただければいいと思います。さらに今5つ星をつけましたが、まあ、このような作業をやって5つ星をつけたのが、まあ、5個なり10個なりになったとします。それから、まあ、それが必ずしも本当にいいのかということになります。というのは意外に拡大したらですねブレてるというようなこともありますので、ちょっとこれを選んで、今度はこちらのフルスクリーンのこのモードですね、こちらの、この大きさで、今1個ずつ出ますが、これ以上大きくはなりません。よってこのモードに切り替えましょう。こちらのですね、このモードに切り替えるとこのような黒い画面になると思います。ちょっと時間はかかりますけども、まあ、こんなような形になります。実はこの画面にするメリットは何かというと、もっと拡大して見れるわけですね。これ一回フォトショップに、編集画面に持ってってもいいんですが、この段階で本当にいいのかどうかを確認してもらう見るというのもいいと思います。今ここ真ん中にですね、分かりやすいところで言うと、ここのしぶきのあたりで言うとこういうところにですね、ルーペのマークがありますね。プラスになってます。でこれ100になってます。今ちらっと出ましたマウスのスクロールホイールを使用してズームインと書いてあります。今マウスを前の方にやると 1200% とかですね、非常に大きなパーセンテージで見ることができます。例えば 200% とかですね。で、パーセンテージを大きくしたらこの指でクリックするとこの手を掴んでくれますので、この場合にポイントになるのはやはりこの部分ですね。こちらの鳥居がちゃんとピント合ってるかということになります。スクロールして、このぐらいで大丈夫だなと。で今度手前の側に見てみましょう。手前の側も、まあ、ピント来てるなと、まあ、手前から奥までまあまあのピントは来てる絵だなということで、まあ、これは OK ということになります。まあ、OK ということになりましたらここのボタンで閉じます。これで OK ですね。で次の画像も確認してみましょうか。次の画像を確認しますと、こちらの画像ですね、こちらの画像もダブルクリックして、この大きさにしましてからこのボタンに押して、ちょっと時間はかかりますがこのように大きくなります。そして、拡大をしてみましょう。はい、こういうふうにですね、どのぐらいのピントが出てるかと、 100% だとこうだと 200% でこうと。ただ正直言いまして、その 300%、400% になりますとピクセルが目立ってしまいます。これこのようにですね、このようになってしまうとピントがいいのか悪いのかも分からなくなってしまいます。基本的には 100% で見て、ピントに問題がないようだったら、まあ、問題ないということで判断していただければ結構だと思います。